こんにちは、ダイスです。今回は31にスーパーマリオコラボのアイスを買いに行こうと思います。はい、ちょっと前に31でマリオのコラボをやってるので土管のサンデー買ったんですけど、その時に気になるのがもう一個あって、欲しいなってコードさんに言ったら連れてってくれるっていうことだったので、今回もマリオコラボのアイスを買ってこようと思います。ただ、ホームページ見たんだけど、売り切れになり始めたらしい、なんか数量限定のやつなんだよ ね。でもう早々になくなってきてるから、あるかわかんないけど、とりあえず探そう。やったそう、前回この土管のアイスを買いに行った時に、一緒にこれ持って言えばよかったなってちょっと後悔してるんだよね。しかも、あれだよね、店舗によって売ってる売ってない、売り切れてる売り切れてないっていうのがあるみたいだから、数が決まってるからね、店舗さんで多分。なのでね、それをひっくるめて探しに行きたいと思います。はい、よかった何店舗目で見つかるんだろうね。え、楽しみです。はい、はい、行きましょう。はい、1店目柴田のイオンです。見つかるといいね行ってきます。残ってるといいねだよね。あ、そうだね、残ってるといいね。はい、行ってきます。はい、見てきました。完売しましたってシールがありました。へー、なかったね。なかったね、残念。残念です。近くの店舗もちょっと探しに行きます。もうさ、イオンとかは人が多くて、週末に売り切れた可能性あるよね。あ、そうだよね。ってなると、その単独で、路面店みたいな感じのところってことを、探していくのがいいんじゃない。分かった。そう、じゃあ店舗情報を確認しますそうしよう。じゃあなんかさ、こういうの見るとさ、1店舗目とかで売り切れてると、僕結構欲しくなるタイプ。コードさんそうだよね。そう、なんかないって言われると欲しくなるんだよね。欲しくなる心理が働いてしまうよねそう、私はさ、期間限定とかそういうのに弱いけど、コードさん違うからね。いえ、なかった。ちょっと悲しかったです。あるかなって思ってたんだけど、とりあえず人気なんだね。人気なんだよだってホームページに書いてあったもんね。なくなって店舗次第って、なので、じゃあ次のところはコロメンにあるとこっていうの、に行こう、探してきます、行ってきます。行きましょう。はい、見つかるといいな。あるといいね。ねえ、の31のアイスを買いに行く途中だったんですけど、ちょっとね、見えたので空港に来ました。ほら航空自衛隊さんの機体が今ね飛んでて、見えたのでね来てみました。すごい、めちゃめちゃ近い。すごいね、訓練中。おお、もう一回回ってくるかな。どうだろうね。いや、僕カメラ忘れたんですよこういう時に限ってね。これは望遠の日だったでしょう。は、回ってくるかもしれない。離陸するから、多分避けるんだと思う。あ、そういうことか。あ、本当だ本当だ。すごー、離陸するのあれかな、アイベックス。そう、羽のところがね、これっていうのを覚えたんです。あ、海の方に今行ってますね。ちょっと遠い、私のカメラのレンズだと遠い。めっちゃテンション上がってるね、あなただってすごいかっこいいの見えたんだもん。あのバイパス降りたあたりに、そうからすごい見えてね。見えてね、これ行かないとと思いましたあんまりね、飛んでるのとか見る機会はね少ないからね、これは嬉しい。どっちも一緒に飛んでるよ。わあ、また来るかもしれないからもうちょっとだけいますなんて言ってたら、離陸準備中。やっぱちょっと遠いんだよね。おー、来たー、かっこいい。
っこいい。いやもう本当にこういうの撮るとね、もうちょっとね望遠のレンズが欲しくなるよね私も私も欲しくなっちゃった。あ、ちょっと動かしますね。なんかあった。こっちも戻ってきてる。いやかっこいいなこの前もね見ましたけど、あ近い嬉しい。おすごいね。もう降りるのかな。降りるでしょ多分。いや飛ぶとこも見たかった飛ぶとこも見たかったよ。すごいね、はい、久しぶりに終わりだね。うん、いました。じゃあやった買い物に行こう。そう、買い物行かなきゃはい、いいもの見れました9月10日に新潟空港の空の日があるんですけど、そこでも展示飛行の予定がこうあるので練習かな。いいもの見れたよ楽しみだよね空の日。そう、じゃあ買いに行きます。アイスアイスはい、31着きました。行ってきてみます。あるといいね。ね、はい、ありました、嬉しいとりあえず帰ろう。はい、帰ります。はい、帰ってきました。これです。早速ですが出してみたいと思います。もらったのがパンフレットとかと、あとスプーンで、これもあるんですよね、これこれそしてアイス。箱もこんな感じでマリオとヨッシーの箱になってます。かわいい。後ろ側ちょっと違いましたよ。よしで、今ドライアイスも入ってるのでそれは取り出してみたいと思います。はい、中のドライアイスは取り出しました。もう持ち帰り用なので、 ここにもこう書いてあるんですけど、ドライアイス取り扱い気をつけて出すっていう感じです。で、開ける時にはここから折れるんだね。こんな感じで開いて、で今あるのが、でまだシール貼ってないので卵になってないんですけど、こんな感じのカップです。かわいい。で開け方はね、後ろ側に記載がありました。よいしょ。エッグカップの開け方ちょっと見にくいんですけど、押しながら両手で開けるそうです。上蓋の下部分を押すと開く。やってみます。上蓋の上のところを押すと開く。押す、あ、ん、あ、開いた。こんな感じで入ってます。で、これがね卵の形になっているものなんですけど、はい、これにこう付属でついてきたこの卵用のシールを貼るとヨッシーの卵になります。で、シールも4色、そしてこっちにも4色っていう風にあって、全部で8色1個ずつ違う色の卵が作れるようになってます。で、ヨッシーのところもシールになってる感じです。そしてもう一つ、これがですね一緒についてくるんですよね、エコバッグな感じです。で、折りたたむとこの
卵のところに収納ができるので折りたたみしても可愛いし、で柄自体もねヨッシーの柄になっているので、それもねすごく可愛い。エコバッグも一緒にもらってきたっていう感じです。はい、ということで見つかってよかったです。他にもこうアイスケーキとか、あと土管のカップとかもあるんですけど、土管カップはですねこうやってカップも後で使えるようになっていて、今回のね卵も後で使えるようになってるから、それも嬉しいです。でしっかりねシールも貼っておこうと思います。これも使います。結果として2店舗目で残っててよかったです。ということで今回はサーティワンの新しく始まったスーパーマリオとのコラボのこのヨッシーのアイスを探しに行ってきました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄の URL か大志チャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!